よろしく頼むぞさあスタートでーすこれはどこで誰だあ,あ、ポーラどんな人リンと会ったことないのそしてプロンティアって今言った誰プロンティアセテア また別になんかキャラがいるんだねあリンに直接修行を受けてたりはしてないんだイ、e、ースリーはうんその操縦者っていうのはね何者なんだろうねまた。 うん、まあ出てくるだろうな、確実に。封印が解けるのか、他にああいうふうにまた眠ってんのかね。<laughs> かなりハードっぽいからな、修行は、うんうんああ。実際修行受けてみたらなんかあれなのかな出た。 師匠。も <laughs> うボは。コっコにされてたもんね、前回も。チへど吐いても殴り続けてたし。容赦ないんだね。え、これこれ。これよ。前回もこんなだったよ。いや、やりすぎじゃないめっちゃスパルタ <laughs>。まだ。おまけがすごいね。ポチャって。 こっちゃって言ったけど、どこまで飛ばしたのうん。あ、ポーラは初めて見た感じなのね。だから今の修行っていうのをね。いや、前回ほら、ラストさ、もう全く救いのないような感じで終わったじゃんで、ああいう終わり方したせいで、結構僕の動画にもコメントあったけど、もう見るのやめるみたいな。 それくらい結構衝撃的だったんだよね、見てる人にとってね。だから、あれが一体どういう風な形になったのか、あの後、あのシスターみたいな人が、も、ま、う、あ、あのね、どうなったのかっていうのが今続きが見れるのかなと思ったら、冒頭全く違うところから話始まって、まあ、前回のあの鬼みたいなのを倒して、まあ、それが一段落した後に、このまんまじゃ、 ああいうのがもっと強いの出てきたらまずいから、まあ、はやとじゃないけど、危機感を持ってイリーは、まあ、リンっていうこのね、生き残った人のところで、修行をつけてもらおうって、まあ、頭が良さそうなキャラだからね、まあ、決断をしたっていう流れなんだろうけども、ポーラはどうするんだろうね。 さっきなんか他人事のように聞いてる感じだったけど、一緒に修行を受けた方がいいんじゃないかなって思うんだけどね。あと、あの E3 の口から出てきたプロンティア、プロンティア。それがまた一体どういうキャラなのか、どういう立ち位置にいるのか。さあ、始まったよ。おしゃれだよね。なんか、いちいち。カラーリングもさ、うん。 リンチ、久々に聞いたな。間違ってない。理論上。うん、で、なんかリン気づいてるっぽくないこの二人に覗かれてんの、今の。んってやつ。えフロンティア何者なんだいや、後ろに来るでしょ。ほら絶対そう、だと思った。 50年。でここは初対面なんだね。<laughs> いや、この50年の前に一体何があったんだろうね。うん。人下座かよ。<laughs> いやあ、じかはじ <laughs> かって <laughs> ちょっとこんな感じが直接出てくるなんて。えこんなアニメな演出、えいや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 、なにんうん。んー、えへへ、ロケ。 ああ、なるほどね。ああ、だから泣いてるんだ。いや、やだこれはこれで怖くないなんか変な宗教にでも入ったのでも思うけどね。いや、じゃあこれで、また普通に修行を受けさせてくれるんだね。ああ、あの、おじいさんか。いや、そこで鼻かまないで。うん、ポーラ。 うんこの子も一緒に引き出した。引き出したああ、来た。うんはあ。ああ、そうなんだ。うん。 はやとはじゃあ引き出されたってこと今の演出。うん。ああ、修行しつつ周りも様子を見てるんだ。そ引き出せる場所探しで。うん。ああ、じゃあはやとより上なんだね。プロンティアって人は。 後悔、効果やるんだね。いや、否定した方が良かったんだろうな。女の子だろうがボッコボコにしちゃうのかな。あ、まずはね、実力を。いや、ほら、手加減し、いや、すごくないもう、貫通してるだろ、ほぼ。あと、顔は一枚、服一枚って感じだけど。<laughs> な このグキグキって音やめない <laughs> 結構エグいんだけど。だからそのキャラ何、何、e、?E3 もやられちゃうんだろうね。早速。だと思った。そして音は <laughs> まだ、まだあんな感じ。おええっていう。 <laughs> すごい。えー、肺が割れる。だから驚異的な回復力があるってことなんだろうね。このイダテンたちは。もうだって、ハヤトもほら、もうピンピンしてるじゃん。うん。<laughs> やっぱほら <laughs>。いやぁ。えー すごい。3日も。はぁ、あ、<laughs> 何とか言おうとしてるけど、何言ってか全然わからねえ。だ回復速度も上がっていくんだろうね。やればやるほど。で、E3 は2時間で治るんだ。うん。 うんうんうん。<laughs> けど、確実にこれで回復力とかが上がるんじゃない多分だって。うんつけてもらうんじゃないんだ。そうね。うん。そもそも生物なのイダテンって。そこね、神だからね。 確かに。メガネかけてね。<laughs> いいね。さっぱりしてて。<laughs> うん頭のいい方ではなさそうだね、リンちゃん。ああまたあれかあの、大バミとかがいるところん誰うん。 モブではなさそうだなえぇ、ー、怪我したい前回のあれみたいないやいやいやえぇ、ー、すごいねみんな このゾブルって国やばいね。またこんなのの上に立つこの女性もやばいやつなんだろうな、相当。シーソルジャー。あ前回やっつけたやつ。うん。 下が合うんだね。えああいや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 すごいねよくそれが分かったね、また。この人も、あーえ何なんでそんなことできんのこの、これもまた人間ではないのかなまたサイボーグ的な。前回の大バミみたいなさ。 なんか人にとっては脅威だよねこんな力があったら。まあけど、いだてンほどではないんだろうね。いや、悪そうこの人。で、こういうのがまたいっぱいいるのかな召集かけられてる感じ。察するに。うわー <laughs> 自分で入れたよ、なんか。遊びに行ける状態なの <laughs> ポーラやばいね。<laughs> 確かに <laughs>、うん。うん。もうそこを足したのね。なんか、臨にかなってるっていうけどそこの部分、説明してくれ。 ん何今の。回復したってことうん。ああ、ぜひぜひ。いや、聞け、聞け、早と。あ、ありがとう。いや、急に。 うん。なるほど。うん。早い早い。うん。うん、<laughs> くせ。早いな。おう。うん。 うん。なるほど。いやー、もう早すぎてリアクションもできないで集中して聞いちゃったよ。えー、これからまだそんな時間かかるだかよっぽどやばいってことだね、敵が。助かりたい一心だったりすんじゃん。 いや、だって今の笑い。ほら、悪そうな笑いだったもん、今、口。うん。んあえ何え何えリンどうしたのなんか追跡されてんじゃん。うん。 いや、なんか、盗聴とかしてたのかも。いや、あれか、E3 がつけてたのかなむしろ。<う>突然なんかナレーション入ってきてたけどね、また。おおいや、この中で初めてこんなの出てきたぞ。<laughs> うん。 何救いを求める心どういうことうん。こういう気持ちがってことこれでどっか別の場所でポーって出てくるってことああ、前回のこの人、すごかったよね。 いや、これこれ。えな何うん。うんあ。そんなことは介入しないよってことなの伊達天は。うわ。 もう、偶の根も出ないやつだね。まあ、牛とか豚も食べるしね。うん。じゃあ、大して重要視してないってことだ、イダテンたちは。うん。 人、人同士ではないからか。うーん。ああ、逆に。まあ、確かに、うん。なるほど。 そこに巻き込まれたくはないと。イタテンたちは。いやそれがけど、ああいう魔族が相手だったらやるけどねってことなんだね。あなるほど。ああいやいや、ちょっと生々しいんだけど、体液が。 うん。えなんてバカな奴らう。あ、えそれがいるのかもしかして。え、こいつこいつ魔族なのもしかして。 こいつだけじゃなくて、こいつらなのかもしかして。ニッケル。いや、これ魔族なんじゃないだから知能があるんじゃないかな。うん。 いや、だから、あの、大波を操ってたやつも魔族なんじゃないの人間を裏で操ってんだよ、きっと魔族が。ピアロフ。竹下。ブランディ。もう覚えられんな。い竹下はまた日本名だね。ああ、さっきのやつ。 いや、こんな感じで声かけられるって、すごくないこっち側の人たち。いやいや、なんだなんだ。うん。いや、わかる。影響ああ、いるのね、なんか。 ネプトコーリーウメオカリスマサンバさんどういうことなんだなんだいやなんかめっちゃ出てきたな名前付きが一気にでおあそのまんまだ前回とああ違う 違うわ。体がないんだね。だから、やっぱり操作する。で、しょぼくなっちゃったんだ。<laughs> あー知らないんだ。それで、こっちの国の中でも。このオーバミハの秘密というか。ニッケル。あえ あーあ,ーあー、気づいてたのねあ。やっぱもう人じゃないわ。やばい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 。わあ、おお仲間だろうと関係なし。いやいや、え、青い蝶。また人ではないのか、あれ。うん。全員、ええ 大バビの中身魔王なんだ。なるほどね。てか、あんなにいんの魔族。血の思ったえ。え終わり <laughs> いやー、すごい気になるところで終わらせてくるね。いやー、ちょっと敵やばくないか多くない イダ店よりはるかに数が多いんだけども。で、これ、今のあれじゃないの違うこれピサラって人じゃないの今の。なんでこんなエンディングで主人公並みに出てきてんのよなんだ、裏切ってくれたりすんのか魔族の側も。一枚岩じゃなくて。そんなことない えいやいや、カンプ、さっきいたよねあれ、メールとかいう。メリだかメルだか。いや別にあれか。普通に敵側の可愛い女の子をこうやってエンディングで使ってるってだけなのかないやなんか戦う相手、やばそうだね。もう圧倒的に強いんじゃない今。今の段階だとさ。え今のは ?E3? 誰だ え今の E3 だったピサラと E3 がそういう感じになるとかそういうこと今の示唆してんのかな とりあえず、今の魔族たちと戦えるのって、リンとかプロンテアくらいなんじゃないかな。さ、出てきてないさ、名前だけのキャラだけど。まあ、ハヤトとかが怪しい感じで、イースリーとかポーラに関しては、まだまださ、力不足っていう感じなんじゃないかね。ね、それにしても、まさかあの、大バミが魔王だったなんてね。だから、仮の姿が荒れたから、本来の姿っていうのはどういうののかまだわかんないけど、まあ、これからゆくゆく登場してくるんでしょう。まあ、敵味方ね、いろんなキャラクター出てきましたけど、来週以降どうなる また楽しく見ていきたいと思いますはいというわけでね以上動画を一つお送りしましたバイバイ